さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。我々は元気です。こんな元気な中、健康に気遣ってることってありますか。健康に気遣ってること、まあ食べ過ぎない。あ、そうですね。運動をよくする。運動をよくする。大事。飲み過ぎない。あ、それ大事ですね。もう夜は早く寝る。あやのちゃんは？いや、もちろん私も早く寝るでございます。お肌のためにとかね。そうですね、はい、そこで今回まずご紹介するのは、はい、健康の第一原則は水を制すること、と、そう、その字を持つこちらの企業様です。いや、飲む。私たちにとっての命の源、それは人類の体のおよそ 60% を占める水分のことだ。そして今や飲料水はただではなく購入する時代へと移り変わり、安心して使える水は多くの人にとって必要不可欠な時代となっていた。そんな健康への原点回帰をテーマに掲げ、独自の技術発想力を武器に人々を健やかな未来へと導く男がここにいる。株式会社アクアバンク代表取締役竹原隆。全国の販売代理店と提携し、水素のある暮らしを展開する株式会社アクアバンクでは、従来とは異なるビジネスモデルのもと、人々のライフスタイルに合わせたヘルスケアベンチャーを確立。理想だけにとどまらず、実現への道を切り開き続けている。今回は竹原隆をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。株式会社アクアバンクという名前の由来も、はい、そうですね、はい、まあ、水をですね、いいお水を取り入れることで健康を貯めていくという、そういう思いでアクアバンクという名前にいたしました。まずその開業のきっかけっていうのは、大手のですね、まあ、宅配水をやってらっしゃる、そういう説明会があったんですね。でそこで話を聞いているうちにですね、こうクエスチョンマークがいくつか湧いたんです。というところで考えたのがアクアバンクだったんですね。なぜだろう、ハテナがもうたくさん生まれたんですね。そこでそのアイディアってどこから湧き出てくるんですね。なんかそのハテナだったりとか、昔小さい頃からですね、はい、その表に見えるものよりを裏から見るというですね、そういうですね、あの変な癖がありましてですね、でなぜだろうという、どうしてこうなるんだろうというですね、そういうイメージがいつもありました。人と同じことはやりたくない。そうですね、もっとこの角度からもっと、そうですね、なるほどね、はい、その湧き出たものって何なんですか。まず水をですね、なぜ買うんだろうというところから始まったんです。ああ、本当ですよね、はい、水道水ってもともとですね、インフラだったんですよね。それがいつの間にやらですね、買う時代になったんですね、まあ、消費財になったという。でもなんかその水道水を利用して、うん、そうやってあのいい水が出るっていうのは一番いいことですよね。いいんですよね、はい、はい、なるほど。なぜその水素に特化しようと思ったんですか。まあ、当時ですね、その水素というのがですね、まあ、研究が始まりまして、各大学研究機関でですね、要は検証が始まっていったわけですね。でその今後ですね、水素というのがいわゆる健康の一つのテーマになるだろうと、はい、いうことで水素に着目したわけですね。ところが水素水のですね、定義ってないんですよね。要はエビデンスって言いますか、いわゆる証明書はないんですね。で水素の濃度というのもですね、要は全く決まってないものですから、うん、それを公的機関で何とか取ろうとしたんです。でそこで弊社はですね、水素水の濃度を測る特許を取得したんですね。そこがまあ差別化する一つのポイントでしたね。そうなんですか。はい、体にやっぱり間違いなくいいものなんですか。そうですね、水素は、はい、宇宙一小さいサプリと言われてますから。宇宙一小さいサプリなんですね。はい、なんか5つのキーワードがあるということで。そうですね、飲む、吸う、はい、触れる、入れる、食べると、はい、で水素をですね、はい、体のですね、いろんなところが取り入れようとこうしたわけですね。あ、取る料理ですね、はいはい、寝る前とかお風呂とかですね、はい、いろんなところから、取り込もうと。その吸うということがなんかちょっと気になったんですけど、水素水というのは水に溶ける、まあ、水素の量なんですけど、吸うという行為ですね、これは、鼻からまだ口が吸いますから水素が多く取れるんですね。水素を吸うというのはですね、いくらでも取れるわけですよ。まとまった大量に水素を一度に体の中に入れることができると。
今まあどのような方が買われるというか、まあ、その多分年齢層幅広いと思うんですか。そうですね、だいたいユーザー様ですね、もう幅広い、本当幅広いですね。もう10代の方からもお年寄りの方まで、本当にもうすごい 人気が出たよね。でもやっぱりその水素のこの商品を開発するってすごく難しいと思うんですが、もうその立ち上げてから開発とか商品化まですごくスピードが速かったってお聞きしたんですが、私はね、遅いというのはですね、何時点ないと思ってますから、もうあらゆる方に協力を得てですね、はい。でもそんな中でご苦労された点とかはないといえば嘘にはなります。大変ですよね。あ、はい、調査するということで、まずは、はい、まず現状を知るという、それがものすごい時間かかるんですね。あ、何が困ってるかというのをですね、分かるのは結構時間かかるんですね。その原因追及にまず時間を要します、うん、で原因が分かると、あとはソリューションですから、あとはもうどうすればいいかというのはまた違うステージになりますから、そこでまた調査するわけですね、うん、でそこでそのいろんな方のご紹介していただいたりとか、会いに、うん、伺いさせていただいて、要はその方策を考えていくんですね。それをもうどれだけ時間を縮めることができるかという、そこですよね。あとはスピードです、はい。あとは私のエッセンスを一つ加えるという、はい、なるほどねその最後に一つこう出すこのこだわりというか、はい、それはあったらいいなというのと、自分が欲しがるものです。自分が欲しいものは皆さん欲しがると私思ってますから、うん、はい、あ、こんなのがあったらいいなというエッセンスを付け加えるわけですよね。それで、まあ、世の中にないものを作っていてますから、それをお見せするんですね、はい、で見せると見ると欲しくなるものっていうのをこだわってるんですね。まあ、数あるね、まあ、本当にね、水素の商品ってたくさんあると思うんですが、ただから飲むだけじゃなくて、ね、そうですね、本当に楽しもうよという、楽しもうって言ってね、はい、現在今何種類ほど水素の今、サーバー入れますと5種類6種類ぐらいですか。これがチョコレートはその中に含まれてるんですか。はい、どういう、そういうこともできるんですか。はい、水素をチョコレートの中に閉じ込めたんですね、作る過程の中で。そうです、そうです。食べられたらいいだろうっていうことに、そうですね、それでひらめきですか。そうです、はい、これはじゃあ、はい、ね、ぜひぜひちょっと食べて、始まっていただいて食べていただきます。いただきます。注目されてもチョコレート食べてるからね、うん、美味しいよね。本当に普通のチョコレート、うん、そちらの方にもなんかいろいろ、そうですね、なんかいろんな、はいはい、胃の中をちょっと再現してみようと思います。ここにチョコレートをですね、こういうふうにこう胃の中を再現します。僕の胃の中ですね。そうです、はい、今もうまさに水素出てますね。これは普通の、これ水素の測るこういう機械がございます。はい、ここにですね、数値上がってきます。あ、どんどん上がってますね、はい、どんどん上がってきますね。はい、水素入ってるんですね。じゃあチョコレートの中に閉じ込めるということも可能なんですか。はい、そうですね、どんどん上がってますよ、はい、まだ。へー、でそのチョコレート召し上がった1枚でですね、はい、水素水が 2.5 リットル分ぐらいございます。今の1枚で、はい、世界の特許じゃないですかこれ、うん、はい、ありがとうございます。次は今度次は酢ですね、はい、これはですね、水素を吸うというのはですね、はい、まあ、こういう、まあ機械がありましてですね、これなんか変な機械なんですけど、はい、ですね、水素をですね、はい、ここでですね、泡がご覧になると思いますけど、これは水素なんですね。ここにで吸うだけなんです。水素というのは無味、無臭、無色なんですね。ですが吸った感は全くないんです。そこでですね、で、まあ、女性の方がそこですね、白を終わります。でこれ同じようにやるとですね、はい、で水素の発生中というところで、ここで水素のガスが今発生してるんですね、はい、はい、ちょっと吸っていただきましょうか。このまま吸っていただいて結構です。まあ、吸った感は全くないですよね、はい、でボタンを押しながらちょっと吸っていただきますか。押しながらです。おー、タバコ吸ってる、すごい。なんかミントの香りがしてて、そうですね、ペパーミントですね、それね。なるほど、はい、じゃあちょっとなんか口寂しい時とかにいいですね、はい、そうですね、はい、押しながらですね、
ですね。いい味するね。吹いちゃ、もうそれ全部しまっときたいじゃん。これは水蒸気ですから。水蒸気、大丈夫です。これ吸うだけでも入ってる。もう入ってます。おしゃれな機械だね。そうですね。はい、いつも水素を持ち歩くというそういうイメージですね。次には、はい、これがですね、あの商品名をですね、お風呂でポイポイと言います、ね。お風呂でポイポイ。これはですね、あの東洋医学でいう鍼灸ですね、使うツボマッサージ機なんですね。でこれをですね、こういう脇の下とかですね、こういうところでよくこうリンパ挟んでいただいてこうマッサージするんですね。はい、で、まあ、お風呂で使っていただきます。でこういう足の裏とかですね、こういうところですね。で、まあ、使っていただきます。ところがですね、ここ実は水素が出るんです。マッサージをしながらそこに水素が発生するというそういう商品なんです。まあ、これはこういうふうなですね。はい、でこれ透明になってるんですけど、で香りもですね、ヒノキの香りをつけてます。はい、でヒノキのアロマ効果とですね、水素とですね、はい、しかもあとはツボマッサージと、はい、まあ、3ついっぺんに、これは水ですけども、まあ、これにつけていただくとですね、はいはい、あとはもう水素がどんどん発生していきますので、はいはい、あ出てる、何かが出てきましたよ、はい、そうですね、もうどん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 と、あ本当この水素の、ね、うん、水素の泡、ね、はい、泡がですね、まあ、この、リンパから水素が入っちゃうんですね。でお風呂全体は水素風呂になりますの で、はい、でなおかつその、こういうヒノキのアロマの効果もあるというそういう商品ですね。ヒノキの香りすると思います。あ、本当だ、ほんのり出てくるの、うん、密かにヒノキの、わかります、わかる、ね、落ち着きますよね、このヒノキの香りって、ね、はい、すごいな、はい、いや、このね、こんなに開発されてますけど、はい、この次に、まあ、開発するものってもうお考えだったりするんですか？そうですね、これの改良版にはなるんですけども、はい、これ水素と酸素両方これ出ますの で、はい、でスイッチングでですね、酸素吸入器もできるんですね。喘息だとか、そうそう、おっしゃったです、はい、もしくは登山行く時とかですね、登山行く時とかですね、まあ、緊急時のそういう酸素吸入でもこれは使えますので、という商品。強い信念のもと培ったアイディアと実行力で健やかな社会を作り続ける竹原隆。そんな男が見据える今後の展望とは。あのウォーターサーバーのですね、レンタル事業をですね、拡大していくというのも一つなんですけども、あの障害者支援という、まあ、社会貢献ですね、障害者の方がね、描いた絵があるんですね。パラリンアートというふうに、まあ、ネーミングはしてるんですけど、はい、ウォーターサーバーにちょっと、まあ、あの貼り付けてですね、はい、それであのお客様から頂戴するレンタルの料金の一部をですね、どんどん毎月その障害者の方に返していくというですね、そういう事業もやっていこうと思っておりますね。それがね、台数が増えれば増えるほど、はい、そうやって、まあ、支援されるということも。そうですね、はい、最後になりましたが、竹原社長の格言をお聞かせください。座右の銘ですね、はいはい、これも小学校6年生が決まってます。必要は発明の母なりという言葉です。何か必要があると何かアイデアが生まれるんですね。先ほどからのお話ですもんね。そうですね、こんなのあったらいいなっていうのが、はい、いうのが、はい、発明の母なんです。そうです、もう今後も我々を発明で助けていただければありがとうございます、はい、任せてください。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですが、はい、お二人はストレスを感じることってありますか？ありますね。もう今ですね。今ですか？横からずーんとなんか言われそうですからね。そんなこと言わないでくださいね。そんなことない。あやのちゃんがね、そう思っちゃうかもしれないです。そう、今こういうことを言われたことでストレスが少しでも感じるかもしれないですよ。そうか。そうです。何にもないです。ね、ストレスは感じないのが一番です。そこで次にご紹介する企業様は、医療と人、社会をつなぐ架け橋を目指す、こちらの企業様です。なるほど。現代社会を生き抜く上で
避けては通れない人間関係、仕事、家庭、そして漠然と浮かぶ将来の不安。私たちの身の回りには常に心を蝕むストレスが存在している。それは社会全体にも影を落とし、人々にとっての希望とはもはや遠いものとなりつつあった。そんな時代に光を照らし、人、社会、そして日本全体に元気を与え続ける男がここにいる。メディカルビーコネクト株式会社代表取締役瀬尾勝。全国を拠点に事業を展開するメディカルビーコネクト株式会社では、メンタルヘルス、教育、育成、この3つの観点から個人が社会でストレスに打ち勝つための生きる力の再構築に全力を尽くしている。今回は心の主治医瀬尾勝をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。そのストレスって注目されてますよね。そうですね、かなり流行りの、やっぱり抱えてる人多いですかね、やっぱり。そうですね、やはりまあストレス社会という、まあ、キーワードもあるぐらい、まあ、今社会問題化しているあの一つ の, あのテーマになっているかと思います。はい、そもそもそのメディカルビーコネクトを立ち上げたきっかけっていうのは、もともと私はですね、あのメンタル不調でですね、休職されている方のご支援、復職のご支援であったり、はい、まあ、再就職の、まあ、ご支援であったり、はい、子どもたち今不登校っていうのも結構大きな、はい、問題になってるんですが、その子どもたちの復学支援というところからあのスタートはしているんですけれども。あ、そうですか。その事業をやっている中で、今回法律でストレスチェックが義務化されるということがありましたので。あ、そうか、法律になっているんだ。そうなんですよ、今本当話題ですよね。今も本当に、まあ、どの企業様もバタ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 この制度対応に向けて動かれているところではありますね。しなくちゃいけないっていうふうになってきたんですか。そうですね、50名以上、まあ、事業所様についてはもう義務化というような形でやらなければならないと。パートアルバイト様も、まあ、一定の労働時間を超えると、まあ、受けさせなければならない対象ということで、まあ、正社員様以外も対象が広がっている法律ではありますね。本当新しい制度になりますので、そこがまだ浸透していないというところが あるんですけれども、まあ、今企業様の方で健康診断をやられているケースも多いかと思いますが、その心番だというふうな理解をしていただければ、そのストレスを抱えてしまって、まあ、精神疾患であったり、まあ、メンタル不調に陥ってしまわれる方の増加であったり、はい、そのメンタル不調を原因とした自殺者の増加ですね、まあ、そこに対して、まあ、対策を打っていかなければならないというところが、まあ、一つの大きな要因ではないかなというふうに考えています。実際にそういう、まあ、うつ病だったりとかで、まあ、そのメンタル不調とかで会社を退社される方とかも方であったり、例えば休職されてしまって、はい、なかなか復帰ができないという方もやっぱり非常に多くはなってきておりますので。それってさ、多分僕も教育委員会とかね、そういうやらせてもらってるんですけども、やっぱり不登校っていうところから始まって、で学校になんとか行けるようになって、今度、まあ、中学高校って一つずつ環境変わっていって、今度社会って出ると、自分のトラウマみたいなのが出てきてしまったりしますよね。しますね、はい。ストレスってどうやって測るんですか。ごめんなさい、今ふと思ったけど、ね、まあ、厚生労働省の方が、はい、ストレスチェックの調査票というものは持てるケースを出していますので、あ、まあ、基本的にはその調査票を使って測定の方はさせていただく形になりますね。実際ね、そのメンタル問題化ってよくね、言われてますけど、ね、結構最近そういう言葉って本当に聞きますよね。あ、そうですね。会社員、まあ、従業員の方であったり、会社様自体も結構それに対してどう対処していいのかっていうふうに、なかなか手探り状態で、対応しきれてないというところもやっぱり現実の問題としてありますので。今もそういう導入されている企業様って実際のところ何社ぐらいとかある。そうですね、約今200社ぐらい、当社の方ではまあ、導入の方をしていただいている形にはなりますね。実際これ導入してない会社ってどうなるんですか。そうですね、これは法律違反という形になりますね。で、今回の法律ではその実施やりましたっていう報告を、まあ、いわゆる労働基準監督署にしなければならないんですけれども、やはりそれをやらないと、まあ、罰金っていう罰則規定が。そうするとちょっとね、やっぱりまあ大手になればなるほど、ね、そう導入してないことに
まあ、怖さだったりとか、まあ、その制度違反ですもんね。そうですね、やっぱり企業の、まあ、CSR であったり、あの企業のイメージっていうのもあるかと思いますので、そういった部分では比較的大手の企業様は対応されているケースは多いんですが、地域 の中小様についてはやっぱり情報量も少ないので後手後手に回っているという現状はある感覚はすごい肌感として持ってますね。この そのストレスチェックっていうのは、まあ、いろんな会社も導入されたりとかしてるわけじゃないですか、まあ、そういう、まあ、販売という形になるんですかね。そうですね、はい、まあ、同業他社という言い方が適切かどうかは分からないですけども、はい、同じような事業をされている会社様というのは、はい、やっぱりありますね。そことなんか差別化されてる部分ってあったり、まあ、当社の、はい、まあ、特徴としては、医療機関との結びつきが非常に強いという特徴がありまして、はい、まあ、医師面接指導を受けたいというふうな形で申し出があった場合なんかは、はい、全国で、医療機関の方を手配できるという強みがありますので、ね、そうですね、いやでもそんな、なぜねこのストレスチェックって、もうどれぐらい前から、実はもう去年の12月にスタートしたばっかりの制度になります。あ、そうですか。もともとその会社を立ち上げたきっかけで、まあ、いつかそういうものを取り入れようっていうのは考えてたんですか。そうですね、まあ、後々やはり日本もそういった心の健康診断というところは、まあ、スタートしてくるだろうなっていう予測はありましたので。でもね、カウンセラーって実際にいるじゃないですか、心理療養士さんも含めてのね、カウンセラーのところになかなか日本の方々は行かないですよね。行かないです、敷居がすごく高い。アメリカでもフランスでもすごい近くにもうそういう人がいてくれるから、カウンセラー、まあ、日本ってやっぱり昔からその精神的な部分でどちらかというと隠す、そういう文化、国民性であったりしますもんね、であったり、まあ、精神的にしんどくてもいわゆる精神論、根性論というところがやっぱり先に出てくるところでもあったので、なかなかその心的な部分、精神的な部分を、まあ、アウトプットしていくという環境がやっぱりなかったところが一つ要因かなと思います。実際その今ストレスチェックをメインの業務とされていると思うんですが、まあ、その取り扱うことを思い立ったきっかけっていうのは、やっぱり日本人って自分自身の状態、特に心の状態、精神の状態って見つめ直すこと、向き合うことってなかなかないと思うんですよね。ただこのストレスチェックっていう制度ってやはり向き合うタイミング、機会としてはものすごくいい機会だと。その機会っていう部分を、まあ、自分自身の手で日本に広めていければというところが一つきっかけとしてあった部分ではありますね。そのお客様の反応っていうのはいかがなんですか。正直まちまちです、なるほど、はい、やっぱり企業様の捉え方としては、めんどくさい制度が始まったっていうふうな捉え方をされている企業様もありますし、逆にこの制度をうまく活用して、まあ、従業員さんの、まあ、心身の健康の状態をいい状態に結びつけて、やっぱり一人当たりのパフォーマンス、生産効率っていうものを上げていって会社として強くなっていきたいっていうふうに捉えていただく。まあ、これ最初難しいだろうね、中小企業の人たちは、まあ、お金のかかる話だとかってそういうことになった時にね、もう導入された企業さんの中で、もう実際ストレスチェックを行われた方も、もう終わってもらえる企業様はもうたくさんございます。その後ってどうなんですか。そうですね、ストレスの要因って職場内の人間関係、一番ですか、意外であることが多いんですよね。でやっぱり今の企業、まあ、社会もそうなんですけども、人間関係かなり希薄な部分がありますので、まあ、ちょっと変な表現になるかもしれないですけども、私どもの会社のコンセプトって昭和に戻そうっていうコンセプトがあるんですね。やっぱり昭和っていろんな問題は過重労働とかの問題あったんですけれども、やっぱり人間関係、例えば職場内でも縦横の人間関係ってものすごく強くあって、でそこで救われたからこそ昔ってあまりメンタルの問題出てこなかったと思うんですよ。そうですね、やっぱりそこの、まあ、ストレスチェック後の支援としては、商売に戻すため の, まあ、人間関係を縦横を作るというところの、コンセプトにした、まあまあ、サービスのご提供、例えば企業内運動会を復活させて、チームプレーの、あ、今みんな結構やり始めましたね。やめてます、そういった部分のご支援であったり、あとはもう短期の合宿、あとはそのコミュニケーショントレーニング、そういったものなんかもまあご提供をさせていただいているという形ですね。で今やはりそのバーチャルの世界っていうのがもう増えすぎてまして、
バーチャルの世界っていたら結局心って鍛えられないんですよね。実際その辺が課題とかになったりする？今ねやっぱり若年層というか、まあ、若手20代30代前半 の、 あの課題っていうのはリアルな世界に耐えられないっていうところは一つの課題になっているところではありますね。でやはりバーチャルの世界の場合特にやっぱり匿名性が担保されているケースがありますので相手の対する配慮っていうのはなかなか考えないんですよね。やっぱり教育成長の過程ですよね、はいはい、そこはどちらかというとストレスを除去するっていうところにいってるんですよ。ストレス耐性がそれで育つかっていうと絶対育たない。今課題として挙げられているのが企業さんの方がストレスチェックをした後何をしていいのか全く分かっておられない、逆にどうしていいのかもう分からないっていう状態なんですね。やっぱりそのやりっぱなしストレスチェックをだけやって終了という形になってしまっているケースが非常に多いんですね。まあ、そこがやっぱり根本的な解決に至らないというところでは課題なのかなというふうには考えています。心の健康を支え続け人々の明るい未来を照らす瀬尾勝、そんな男が見据える今後の展望とは。やはりやっぱりメンタルを、まあ、やられてしまうということは今後、まあ、誰にでも起こりうる可能性のあることなので精神的にしんどいなというふうに感じた方が、まあ、気軽に先ほど の欧米、アメリカ、ヨーロッパの、まあ、カウンセラーという立ち位置ではないですけれども、まあ、そういった存在に当社がなれるように、まあ、カウンセリングができるような施設であったりカウンセラーの派遣といったものをやっていきたいというところであったりですね、あとは、まあ、企業様に対して企業の状態を強化していくより良くしていくための、まあ、サービスコンテンツ、それチェックのサービスですね、こういったものをより多く追加をしていきたいというところはありますね。最後に、それでは瀬尾様の、格言をお聞かせください。ごめんなさい、はいはい、私の格言というのは無知の知っていうところなんですね。獣医にもよく言うんですが、知らないことは恥ずかしいことだよということで無知の知というのを格言という形でお伝えしたいなと思っております。まあ、繰り返しになりますけど、みんなでそれで元気になって日本のパワーをぐっと盛り上げていっていただければと思います。はい、その一助になればというふうに思っております。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。ビジネスブックコレクション。なぜこの本を書こうと思ったのか。日頃売上が伸び悩んでいる通販会社、中小規模の店舗促進を行っている会社、大手広告代理店とお取引をさせてもらっている中で気づく点、伝えたい点が多々あります。その気づいた点が明確になればもっと具体的な改善策について試行錯誤できるのに、そう思い今回筆を取らせていただきました。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、頼られるウェブ担当者になるネットプロモーション教本。この本を書いたのは株式会社アントの木下直和さんと田中千秋さん。プロモーションを成功させるために必要な知恵とノウハウを分かりやすく事例を交えてまとめた一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。